ペルフルオロークタンスルホン酸は、完全フッ素化された直アルキル元を有する、スルホン酸。強薬塩基のアニオンが、海面活性剤として用いられ、フォーズと呼ばれる。水溶性は低いがジメチルするホキシドには溶けやすい。蒸気圧は小さい。海面活性能が高く、水の表面張力を15メートルニュートンマイメートルまで低下させる。フォーズは、 オクタンするン酸フルオリードの電解フッ素化により合成される。自然界ではほとんど分解されないため永遠の化学物質と呼ばれることもある。フォーズフォーズは低分子化合物であり、高い浸水性、浸油性により海面活性能が高い。また、工学的には低屈折率であり、高い気泡性を持つ。このことから以下の用途で広く用いられていた。 また、フォーズが、撥水バチ油剤として用いられているとの誤った、記載もしばしば見受けられるが、撥水バチ油剤は、有機フッ素化合物のモノマーを物体表面で、重合させて、ポリマーとするもので、フォーズそのものには、撥水、バチ油の機能はない。2000年に大手製造メーカーであった、3M 社は、世界各地の野生生物中に、 フォーズが高濃度に検出されたことを明らかにし、製造を2002年に中止した。2002年には、経済協力開発機構環境局が調査に乗り出し、フォーズイズパーシスタント、バイオアキュムレーティブアンドトキシックツーマメリアン、スピーシーズという調査報告書をまとめている。2008年には、 血清中濃度わずか 91.5ppb で、オスのマウスの免疫系に影響を及ぼすことが見出され、人間や野生動物がフォーズによる免疫以上の危険にさらされている恐れが強いことが明らかになった。1000ppb のフォーズに暴露した鶏卵から生まれた鳥では、フォーズの血清中濃度は 150ppb を超えており、 脳の発育が非対象となっていた他抗体化も低下していた。職業的にフォーズに暴露する人では、血清中のフォーズ濃度が 1000ppb を超え、一般人でも多い人では 91.5ppb を超えている恐れがある。一部の野生動物でも2006年1月の調査で卵や肝臓、腎臓、血清、または 結晶から高濃度のフォーズが検出された。蒸気のように、野生動物からは、健康に影響を与えるレベルであると判断するに足る、量のフォーズが検出されている。人間においても、職業的にフォーズに暴露する人の血液から 12,830ppb のフォーズが検出され、一般人では656から1,656。 ppb 程度になり得ると考えられている。動物実験により、フォーズは、がん発育遅延及び発育阻害、内分泌阻乱、さらには、周産期死亡の原因となることが明らかになった。特に周産期死亡は、動物実験において、最も重大な結果であった。また、血中のフォーズ濃度が、人間や野生動物に見られるのと、同レベルのメスのマウスを、 画型インフルエンザウイルスに感染させると死亡率は顕著に高まった。また、フォーズにより動物の出生時体重が小さくなることも確認されたが、人間においてはフォーズ濃度と体重の発育には明確な相関は見られていない。アメリカではほぼすべての人の血清からフォーズが検出されたが、その濃度は時間が経過するにつれて減少していた。一方、 これと対照的に中国では血中フォーズ濃度は年を追って増えつつある。また妊婦の血中フォーズ濃度と歯間前症に関連が見られた。このほか、成人において血中フォーズ濃度の増加と甲状腺ホルモンの分泌量の変動と相関があり血中コレステロール上昇のリスクを高めることが分かった。アメリカの12の15歳の児童において 血中フォーズ濃度と注意血管多動性障害のリスク増加は4分位範囲で60%のレベルで相関が見られた。2009年の研究で血中のフォーズ及び PFOA の濃度が高い女性では濃度が低い女性に比べて妊娠するまでの期間が長くなることがわかりフォーズ及び PFOA が不妊などの生殖能力にも 悪影響を及ぼす可能性が示唆されている。2005年6月16日、スウェーデンは、フォーズを残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約議定書の対象物質に追加することを提案した。2008年には、カナダの環境保護団体エンバイロメンタルディフェンスが、カナダ環境保護法に基づいて、フォーズを全廃することを提案した。また、 日本では2008年11月21日の PRTR 法試行例改正で PRTR 法第一種指定化学物質になり2009年度以降の排出移動量の届出が義務付けられた2009年5月4日から8日までジュネーブで開催された POPS 条約の第四回定約国会議においてフォーズを含む9種類の物質を同条約の付属書 B に追加することが決定された。ヨーロッパでは OECD のフォーズに関する研究や欧州衛星及び環境リスクに関する科学委員会によるリスクアセスメントに基づき2006年にフォーズの最終製品及び半製品への含有を質量比0.005%以下に規制することで実質的に全廃したが半導体フォートリソグラフィア 硬質クロムメッキ液の飛散防止剤航空用油圧作動油などの産業用途については適用除外とした。2009年にはフォーズの規制がリーチ規則に盛り込まれ、2010年夏には残留性有機汚染物質規制が強化されて、含有量が重量比0.001%以下に制限された。日本では 2010年4月1日の過信法改正で、フォーズが第一種特定化学物質に指定され、製造及び輸入が許可制となり、事実上全廃された。一方、アメリカでは2018年5月に、情報自由法に基づいて、2018年1月に、アメリカ合衆国環境保護庁とホワイトハウス及び、アメリカ合衆国保健福祉省の間で交わされた。 フォーズに関する議論に関する電子メールが公開された。この電子メールの中で、環境有害物質、特定疾病対策庁が実施した、フォーズに関する研究結果の公表を差し控えることが取り決められていた。この研究結果では、以前 EPA が安全であるとした水準よりも低い、レベルで健康被害が起こり得ることが示されていた。ありがとうございます。